はい、ナビショです。はい、ビアンコです。はい、テッドです。お願いします。お願いします。お願いします。雑談の第268回の放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送のサニーショーチャンネル2で会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。おりますよ。ようこそ。というわけで収録日が8月の27日最終週となっております。はい。最終週にもう気づけばなっていたんですね。そうです。夏が終わります。夏休みも終わりますね。そうか。もうみんなそうか、夏が終わるのか。夏が終わってしまいますね。あっという間じゃないですか。本当にあっという間だったね。この夏は。そうだね。8月気がついたらだな。特になんかちょっと忙しかったなっていう気もしながら、今週の我々はちょっと忙しかったんですよ。一味違いましたね。一味違うよ。売れてましたね。売れっ子でした。本当にずっとこれだったらもうダメだ。いやもう無理だね。やっていられない。これだったらもう夏限定になりますね。多分夏限定の三人称。そうだね。全部断っていく。そしたらまあじゃあちょっと振り返ってみますと、はい、先週、まず、21日、水曜日、ゾタック、まあ、パソコンの部品など、周辺機器メーカー、中身、機器などなどの、そうだね、パソコン本体もやってるからね、PC 関連のまあメーカーさんであるゾタックさんのチャンネルに出たっていう表現で正しいのかな。そうですね。いいんじゃないかな。まあ他にも同時放送でなんかやられてたみたいな感じだったけど。はいはい。やってましたね。で生放送で短かったよね、放送時間自体は。本来は30分ぐらいなんだけど、なんだかんだ1時間ぐらい。なんだかんだでそうだね。1時間ぐらいは放送しちゃったみたいな感じだったけど。まあゾタックさんので働かれてる方が司会進行して、で改造バカさんがいらっしゃって、で我々3人称でっていう、なんかもう不思議な取り合わせで。そうだね、なかなか不思議だったね。何の話したかな。まあなんか自己紹介じゃないけどさ。そうだね。三人称とは、三人称とは、ゾタックとはみたいな、そんなような。そうね。そうだね。そんな感じはありましたけれども、実況とはとかね、そういう感じのお話をしたような気がしますけど。これは多分もう見られるのかな。見れるみたいな。でもぜひね、見逃したって方はまあのんびり見ていただいて。そうですね。結構なんだろう、普段の雑談とかでは話してないようなことも話してたね。そうね。割と大人向けみたいな感じの放送だから。ちょっと裏話じゃないけど、なんかそういう感じのやつで。好きな人は好きなんじゃみたいな感じの。あんまりニッチな部分だから普段はあんまり喋らないみたいなとこだったよね。まあこれは来月もの後半かな、9月の何日か20何日かぐらいにももう一回お邪魔させてもらうことになっているので、まあまたそちらもお楽しみにしていただければなという感じでございますね。多分 YouTube でゾタック三人称とかって検索すれば出てきますね。あ、本当かい。なんかすごいサムネで多分一発でわかると思う。わかると思う。三人称×改造バカって書いてあるからね。次回はなんかね、ちょっとゲーム関連の話もするんじゃないかみたいな、一応話はしてたよ。だからそうなのかな、もうちょっとわかるかもしれない。そうですね。ぜひ興味があればぜひぜひ見ていただきたい。これを機になんかPC のことについてちょっと知りたいとかあれば。ああ、そうだね。そこまで深くは話してないかもしれないけど、興味は持てるかもしれない。そうだね。面白い気分か。でその翌日、これはまだ、ゲーム自体もイベントをやってると思うんですけども、Beyond the Hubアンサーズと、三人称と、春の福神という、まあ、私が書いた小説のコラボのイベントうん、に先駆けてというか、まあ記念してクイズ大会みたいな放送をやらせていただきまして。やりましたな。やりましたね。楽しんでいただけたでしょうかね。ぜひ見ていただきたい。そう、ぜひとりあえずまあ見てもらいたい。これは見ていただきたいね。なかなか見ていただきたい。面白かったから。そうですね、面白かったからね。これに関しては本当に面白かったので。本当に面白かったから、いいですよ。なかなか見ていただきたい。見ていただいたら全てが分かるんじゃないですか。全てが分かると思う。でも全てが分からない部分もあると思う。あるでしょうね。これどうだったのっていう部分は結構出てくる。一個多分録画だけじゃ分かんない部分が、録画の前に違う枠でちょっと始めちゃってるっていう部分が多分分かんないと思う、録画。ああ、そうだね。あれは何だったのっていうのは結構、だから変な感じの始まりしたなみたいなふうに。ああ、でもまあ結局録画がもし残ってたとしても変な感じの始まり方になっちゃってるんだけど、結局そうだね。それだけちょっと説明しておこうかな。これペイさんが多分説明した方が分かりやすいと思う。軽めにまあ僕が枠をね、いつも通りに撮ってて、YouTube の枠ね。そう、YouTube の枠を撮ってて、まあ向こうのねスタッフさんに「じゃあこの枠撮りましたんでよろしくお願いします」と。で「分かりました」ってなったので、僕は僕の手から離れたわけですね。でその後におそらく何かをしてテストをしたのかな。テストをしてたんですよ。音声テストをちょっとしたんだね。でその兼ね合いか何かで、新しい枠で始まってしまったと。そのテスト放送に使った枠の方で本番が始まってしまったってことだよね。なのかな。なんか枠の感じを見た感じね、僕らのチャンネルの、履歴なんか見た感じ、そうだったんじゃないかなって思うんだけど、ちょっとわからない。それは。なるほど。そう、だからもともとペイさんが用意してくれた枠、そこにはいろんな人がさ待機で見ててくれて。そうだね。だからうちらもその画面、みんなのコメント、ペイさんが作ってくれた枠に集まってくれたコメントを見ながら、あ、もうちょっとで始まるなみたいな感じでやってたら、なんか一向にでも始まんなくて、あれどうしたんだろうねみたいな話してたら、そのコメントの方で違うとこで始まったぞみたいな、ここじゃないぞみたいな、ざわざわが凄まじかったもんね。向こう行くぞみたいな感じになって、うちらがわかんないみたいな、どうなってんだこれみたいな、どういうことでしょうっていう風になったね。そうね。そしたらなんか新しい枠がありますみたいな感じでさ、大慌てみたいな感じになって。まああれはね、別に誰が悪いとかじゃないよ。そうなんですかね。そうだよ。なんかちょっと藤岡さんの歯切れが悪い気がする。そうだね。そんなことない、そんなことない。誰が悪いとかではない。いや、枠は用意したから、あとは任せましたよっていう。ああ、なるほどね。ところ。そうですか。臨機応変にできたもんね。でコメントでその中でチーズトーストうんぬんって流れてるんですよ、今生放送中の雑談の。でこれが何かっていうのも、ちょっともう俺ももうあそこで何が起こったか忘れちゃったんだけど、枠移動して。じゃあとりあえずそっちの枠でを見ようみたいなので、でもその間に元の枠に戻したいから作ったから、ペイさんがその作業をしてる間に俺とドンさん2人っきりだけになっちゃって、なんか話さなきゃみたいなので、で俺がじゃあさっきちょっとここに来る前に喫茶店に寄ってチーズトーストを頼んだんですよ。そんな話してたんだ。俺も知らないんですよ、それ。そうなの。でその話をこう言って最後の、まあ、オチってオチも別にないんだけど、ひとしきりこう話し終えたかなと思ったら、もうその途中でペイさんが「もう枠終わってます」みたいな感じになって。そうだね。そうだから、そう見てた人も宙ぶらりのまままた枠が切り替わっちゃう感じで「何だったんだあれは」みたいな。何だったんでしょう。ああ、そうだったんだね。そうもう枠終わりますよとも言わなかった俺が悪かったのかもしれない、その時は。そうだね。それに関してはペイさんが悪かったかな。そうかな。もうちょいだって言うまでね、トーストのオチまでやっぱりやっと落ちてもなかったから。そうだね。助かった。落ちっていうよりか、まあ本当にこういうことがありました、こういうことありましたっていう、本当そうそうなのやつだったから、もう必死に何かないかって言って出てきたやつだから。よかったです、あれでよかった。よかったよかったね。まあ見てみてください。あとは何が起こったかは放送見てもらえれば分かる。そうだね。そう。まあそういうことがあったから、今上がってる動画の最初が、始まったかどうか信じられないみたいな。そう、途中からいきなり、そう。そんな感じになって。いきなりそんな感じで始まってるんですよ。そう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 。なるほど。感じだったので。面白かったですよ。面白かった、面白かった。いや、本当に面白かったです。本当、そう、生放送っつうのは、やっぱこうでなきゃいけないのかもしれないってちょっとね、考えさせるね。そういう側面もあってよかったですね。こちらのイベント、そのゲーム、Q&Q キャンサーズのイベントの方はまだやってて、29日とかに確か最後のエピソードが解放されるみたいな感じなのかな、多分。なので、まあまあ、もうちょっとお付き合いいただければなという感じでございます。なるほど。はい。そうしまして、その翌々日に、広島でのトークイベント、三人称の三人称ボリューム16のために、我々が広島に行きました。で、日曜日25日にトークイベントがあり、出ました。26日に、まあ、広島ちょろっと観光して帰るみたいな感じでございまして。観光してきました。どうでした、広島。最高です。そうね、ぶっちゃけね、最初、空港降りてで移動した時で、あれすごいとこだなと思っちゃったの。人気ないなと思って。そうだね、その広島の空港自体が広島市内にあるわけじゃなくて、なんか随分ね離れたとこにあるんだよね、あれね。そう、離れたところにあって、もういきなり山スタートみたいな感じだったから。そうだったね、確かに。なんか思ったより山じゃねえかみたいな。そうで、今回もどこ行きをね撮影しつつ行ってたんですけど、初日から山すぎたから、俺だからそのどこ行き内でも行ってるんだけど、俺は住めないなって思っちゃったの最初。あの辺はね、俺は住めねえなと。やっぱシティボーイになるとちょっとね、そう、俺ぐらいになるとこれは住めねえわと。前も山の上住んでるみたいな話。住めないどころか、あれだったからね、本当に山道で家とかもなかったから、本当にもうその通りの人が住んでる場所ではなさそうっていうことだったよね。まあそうそうそう。でもその進んでいくにつれてさ、どん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 景色いいところが増えていくわけよ。そうだね。で広島のイメージって全然そんなんなかったから、まず山っていうイメージが俺なかったんだけど、確かに俺もその広島で山っていうイメージはそんなに持ってなかったかも、初めてだったっていうのもあるんだけど、だよね、だったから。でどんどん景色良くなっていくから、あ、なるほど、そこでようやく分かりました。あ、なるほど、これは住むかもしれないと。いや、分かる分かる、いい場所ですと思いましたね。移動中にかなり。そうね、結構だから、そのなんだ、会場向かってる時とかも結構景色、いろんな景色を見たけど。そう、会場自体は広島駅からちょっと北に行ったところにある、なんだっけな、南中駅だったな、名前だったっけな、あれな。なんだったっけな、あれ。中筋。って読むのかな、これ違うのかな、筋じゃねえのか、これ。わかんないや。前回か前々回かにその広島の話で出たアストラムラインのやつ。はい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 。行ったね。モノレールみたいなね。あれの駅なんだけど、の近くにあって、なんかその辺のね、景色、隣に、その会場の隣に川があり、ちょっと見渡せば山があり、そうなんだよね。でも別に田舎というわけではないみたいな。いや、ほんとそうね。なんか、あ、すごい不思議な、何でもあるなみたいな。そうなのよね。海もね、南に行けばあるしみたいな感じで、すごい良かった。あれいいよね、近くに川あって。良かった。あの感じ、いや、似たような感じ、うちの方にもあるけど、同じ川としてもちょっと違うなっていう見え方が全然。いや、こっちの方がいいな。さん家の近くの川なんてもう汚い川でしょ。いや、まあ汚い川ですよ、本当に。もうそれに景色もよくねえし、別に。そうなんですよ。ほんとすげえなと思って。よかったよね。それだけでもちょっとほんと癒されたというかさ、うん、そうね。うん。そこの点だけでも広島はいいなと思っちゃったもんな。いやほんとよかった。結構興奮してたかな。うん、ね、興奮したよね。うん、かなり移動中興奮した気がする。そう。で、今回は、うん。飛行機で行ったんですよね。行きは飛行機で行って行きました。要は広島行くのにどうやって行くのがいいみたいなこう話をさ、みんなから聞いてて、うん、してたね。やっぱりなんだかんだ新幹線がいいですよみたいな話が多かったの。うん、っていうのもやっぱりさっきも言った通り、広島の空港自体が遠いから、うん、広島まで早く着いたとしても結局空港からじゃあどうやってこっちまで来るよみたいな感じになるから、だったら広島駅まで新幹線で来た方がまあ楽だろうと。っていうことで、まあ、新幹線の方がいいですよっていう話はいっぱい聞いてたんだけど、ありました、まあ我々としてはちょっと分からないからどっちがいいのかね。でまあそんなに時間トータルで変わんないんだったら両方試してみりゃいいんじゃないみたいな、だから行きは飛行機で行って、帰りはじゃあ新幹線で帰ればいいじゃんみたいな感じで、だから飛行機で行ったんだけど、でどうせなら、もうここでちょっといい気分で行きますみたいな。はいはいはい。要は飛行機ってさ、乗ったことある人わかるかもしれないけど、前方にちょっと大きめの席があって後方にそのみんなが座る、なんかねちょっと狭いっていう言い方もあれだけど、ザーって並ぶみたいな感じじゃん。ちょっとカーテンで仕切られるみたいな。そう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 ね。ちょっと行っちゃうみたいな。プレミアムいっちゃうみたいなさ。プレミアムシートってプレミアムシートみたいな感じなのかな。ちょっと試してみようかみたいなね感じで、いやーすごいよかったね。いやよーすごかったよみんな。あれちょっとどうなの、あれはすごいね。俺初めて乗ったのよ、ああいう席に。いや俺もそれが初めてよ。すごいあれは。そうだからこれもなんかさ、その行きにこういうのを体験したみたいな話ができたらさ、それはそれでいいだろうみたいな感じで行ったけど、まあなんかね、そのなんていうの、添乗員さんの方もなんかよろしくお願いしますみたいな挨拶してくれるみたいな。そうなんだよね。みたいな。あれさ、なんか何、席ごと担当が決まってるみたいな感じなの？いや全部一つ一つってわけじゃないけど、多分この区画は私が重点的に見るつもりではありますみたいな、多分そんな感じなんじゃないのかな。そんなニュアンスか。多分そうだと思う。専属みたいについちゃったみたいな思っちゃったもんね。すごいよ。すごい。なんかあんな本当1時間半ぐらい実際多分乗ってたもん。多分そうだと思う。もっと短いかな。1時間多分もうちょい短いぐらいだと思う。でもなんかちょっとした何かが出るみたいな。なんか出た。何出たかな、息。軽食が出たね、息は。なんか出たよね。なんか出た。出た。なんか。なんだったっけ。おしゃれなやつ出た。なんだあれ、もう忘れちゃった。やばいやばいやばい。せっかくなんかサンドイッチ忘れた。そう、なんかおしゃれなサンドイッチ出たね。おしゃれなサンドイッチ出たのか。一口サイズの。そうだ。出ました。サンドイッチ食べた。サンドイッチ。あと薄いせんべい。薄いせんべい、めっちゃ薄いせんべい出たよ。海苔の方が分厚い、なんか海苔がさついてたよね。で多分真ん中にせんべいあるんだろうけど、ペラッペラだったね。全部ペラッペラだったね。あとエビがポロって乗ってた。エビがポロって乗ってたのあったっけ。あったあった。なんかその下はね、だし巻き卵みたいなのが。そうだし巻きじゃねえなこれ、多分なんかなんだこれ、卵のぐちゃってやったやつ。握りつぶしたようなやつ。そう。出てこねえや。あのね、サンドイッチに入れる卵。そう。あれをギュッてやったやつの上にエビがプラッて乗ってる。プラッて乗ってるね。そう。あ、スクランブルエッグか？スクランブルエッグほどスクランブルしてない。もうちょっとなんかベチャってしてる。ベチャっとしてるね。あと美味しいやつ。なんだろうね、これ何なのか分かんなかったのが数個あったんだよな。分かる。結果食べたけど何かも分かんなかった。なんかの種みたいなのもあったし。あった、種みたいなの。俺それ俺唯一食えなかったわ。あ、ほんと。何だか分かんねえから。棒のやつ。なんかさくらんぼの先端がちょっとしなしなの緑みたいな、うん、あれ美味しかったですよ。ピクルス、そうなんだ、ピクルス。あれピクルスなんだ。うん、あれピクルスだった。ピクルスってあんな形してんの、もともと。いや、そうなんだ。どうなんだろう。それを切ったやつがマックとかに入ってんの？うん、そんな大きくなかったよ。うん、ちっちゃかったぞ。ちっちゃかった。でも食べた感じはピクルスの味だったよ。あとなんかトマトとレタスみたいなのをこうなんか巻いてるやつ。それを巻いてるやつ。なんかお品書きみたいのがあったよね、確か。お品書きみたいのあったね。あったと思う。あ、見てない。あった？見えた？写真に入ってる。あります。まずね、ターキーハム、キャロットジュリアンサンド。何のことだ？これが多分サンドイッチですね。サンドイッチだ。それ。で、あとサーモントラウトのトルティーヤ。トルティーヤだ。俺が言ったの今。なるほど。トルティーヤですわ。で、あとスパイシーポークパテ、スイートチリソース。ほう。うん。何のことかこれは分からん。これ何のことだ全然分からん。あとエビのマリネ、卵サラダ。それだそれだ、卵サラダ。これですわ。あれ普通の名前だったわ。うん。でオレンジメロンパイナップル。なんか切れ端みたいなの出てきた。265カロリーです。ああ優しい。そして海苔せんべいですね。海苔せんべい一番美味しかった。海苔せんべい美味しかったね。マドレーヌみたいのもついてなかった？あ、ついてたついてた。なんか食べ終わった後になんか。オラみたいな感じでバーって投げてきたよ。そうだね。そうです。そう。なかなかそういうのがついちゃうっていうね。普段あまり食べることないものが。そうだね。あっても頼まないやつが出てきた。そうだね。あっても頼まないねこれはね。何のことだかわかんないから頼まないっていうのが出てきた。機嫌でしたよ息は。あ、トルティーヤとせんべいは全然違うものだよ。せんべいはせんべいだから。せんべいは本当にせんべいだったね。せんべいはだってうちらって分かりますよ。せんべいなんてせんべいは別口で出てきたんだよね。うん、違う箱でなんか出てきて、それにはお品書きはなかったね。そうです。うん、そうかな。なかなか軽食もいただき、うん、そうね。一人の席というか席も広いし、ちょっと快適なんだよね。ちょっと広くてちょっと快適なのはやっぱりマッサージチェアみたいにすごいいろいろできるでしょ。なんかこう背もたれ倒したりとか、足のところをいろんなところをちょっとずつ動かせるみたいな感じでね、ガッチャンガッチャンしながら。素晴らしい。楽だねってやってたわね。楽だね。俺最初やってなくて哲夫さんに教えてもらってよ。こいつすげえ直角のまんまずっといるからさ、これでいいのかこいつと思ってさ、ここで移動できるんだよ。おーとか言ってそうなのとか言って、すでにそれも必要ないぐらいね、そのふかふかなシート。そうなのよマジで。ほんとふかふかだったからさ。そうなんだろうけどすげえ快適になったよ。いや本当にだから、なるほど、あそこに座る人たちはそういう人たちなんだなって。そうだね。そんないい思いしてんだないつもって思った。本当ですよ。今まで乗った時にさ、必ず見てたじゃない、どんな人が乗ってんのかなみたいな感じ。そうだね。チェックしてたじゃない。チェックしてたでしょ。前の方になるからそういう席って。で後ろの方に座る場合って大体そこを通るから。そう、そこ通るからね。ああ、へえ、こういう人たちが噂話っぽくしてたもんね。自分の席行ったらなんかすごい人。言いながら後ろに座るっていうね。すごい人いたよねみたいな。あ、こういうおじさま乗りそう乗りそうとか思いながらさ。そこを通ってたけど、ついに自分たちがそこに乗ったかっていうのはあったね。あった。うん、かなり快適に広島につけましたね。本当よかったよ。うん、素晴らしい。あれまた乗りたい。乗りたいよね。でも高い、ちょっと高い。高いんだよねあれ。あれちょっと高い。ちょっとプラスさせるんだっけあれは。ちょっと割とじゃないのあれ。割と倍とは言わないぐらいの。倍はいかない。これもだってもうせっかくだからちょっと無理してそこ取ろうみたいな感じだったから。そうだよね。やっぱ何事も体験が必要なので。そうだよ。このぐらいはちょっとじゃあ出してみようよみたいな。そうだね。そう。でも結局その話しなかったけどね、トークイベント本番で一切しなかったね。そのことしようと思ってたのに忘れちゃったから、すげえ損したと思ってこれ言わないんだったら損だみたいな感じになっちゃったけど。そうなんだよな。そういえばしてなかったわ。うん、よかったです。なかなかよかったです。そんなのもありつつ、まあ初日は結局うん、ほぼ移動で終わっちゃって、うん、でご飯は、一緒に同行しているので、おにぎりくんっていうね、うん人が一緒にいろいろやってくれてんだけど向こうで、うんうん、イベントを、うん、まあ彼にいろいろ選んでもらった中で、うん、これも雑談でどこおすすめ聞いた時に出てきてたかな、だからみっちゃん、うん、みっちゃんだね、みっちゃんっていうお好み焼き屋さんに行こうみたいな話で、そうですね、うん、だからみっちゃんしてきましたよ。総本山総本店地蔵通りなんとかかんとかなんとかかんとかだったよねなんか結構いっぱいあるみたいだね、うん、みっちゃんはなんかそれなりにこう種類もあるらしいぞ。総本店だったのかな、総本店かな、多分そんなやつ。うんうん結構、うん、その広島の、うん、広島流って書いてあったじゃないですか。みっちゃんにはそう書いてあったね。広島流って書いてあった、うん、広島流のお好み焼きだと、うんうん、割とね衝撃というか、おう僕が食べているお好み焼きとは全然ちょっと違いすぎたというか、そうだね、うん、驚いたね。想像ともちょっと違ったんだよな。違った。その食べたのは焼きそばが入ってるやつとうどんが入ってるやつをそれぞれ食べたんだけど、うんうん、俺の想像の中ではもっと、うん、焼きそばはこうコンパクトにというか、うん、そうね、うん、なんかちょっとはみ出てますぐらいのやつだと思う。わかる、うんうんうん、思ったより焼きそばがそうね強い。思ったより焼きそばが強かった。だって生地とかかなり薄くなかった？そうなんだよね。これみっちゃんがそうなのかわかんないんだけど、うん、なんか焼きそばの主張すごいなみたいな、うん、そうだよね、うん、すげえ美味しかったんだけど、うん、うん、美味しかった、うん、あ、これ、あ、なるほどなって、やっぱ違うもんなんだっていう。そうだね、あ、これは確かにちょっと違うものなのかもって思ったな、うん、そうなんだよね、うん、そのそばの感じもちょっと違ったというかさ、あー、はい、もっとすごい焼きそば感なのかなと思ってたんだけど、うん、そんなわけでもなく、片焼きそばみたいなさ、うん、結構もう焦げ目がついてパリパリの状態な麺だったよね、うん、あ、なるほどねーっていうのはありましたね。美味しかったですけど、僕うどんの方がすごい好きだったんですけど、あー、俺どっちだろうなー、どっちも美味しかったんだよな。うどんの方が優しい味がした。うん。ああ、そうかもしんない。なんかその俺の胃の具合によるのかもしれないけど。優しさは感じたね。なんかうん、あとうどんの方が食べやすかった。なんでかわかんないけど。俺さ、そのさ、そばの方さ、結構マヨネーズがっつりいったのよ。いってたね。真っ白になってたね。うん、結構がっつりいって食べて、あ、美味しいってなって、でうどんの方はまあちょっと何普通の状態でも食べてみたいと思って食べたら、あ、これ全然マヨネーズいらないかもって思うぐらい、そのまんまでいけちゃったな。だからそのなんだろう、俺マヨネーズがっつりいっちゃってたから、うどんがちょっとあっさりめに感じたけど、何マヨネーズなくても割と食べやすい感じだったんだ。うん、なんかそもそも多分もうあれはあれで完成されてるっぽいね。あとはお好みでどうぞみたいな感じ。なるほどなるほど。うん、うどんの方が好きだったな。ただ一点ちょっと気になるのが、これそのだから上下に生地をやる必要あるのかなみたいな。そうね、哲夫さんがさ終始さ言ってたね、これ一緒にする必要あるのかなって言いながらもぐもぐ食べてるの。多分俺の感覚としてはやっぱりお好み焼きを食べるんだ、俺がいつも今まで食べてきたお好み焼きを食べるんだみたいなのがあったからだと思うんだけど、多分そうだよね。なんかそのお皿にこう分けてくれて、分けたものをお皿にのせるじゃん。で食べるじゃん。そうするともうお皿の上はもうなんかその混ぜ合わさった状態になってるから、そうね、はい、だからもうもはやこれはこういうものだみたいになっちゃってたんだよねすげえうまいんだよそれで、うん、だから俺もじゃあ最初の状態からもうガッガッガッってやっちゃっていいのではダメなのかみたいな、うん、何回も言ってんだよね食べながらそうなのかなそうなのかまあでも その気持ちは分からなくもない。いや分からなくもない。でも美味しかった。もう一回食べたいわあれ。そうね。他のお店でも食べたかったなってちょっと思っちゃったね。いやそれは思った。やっぱ比べたかったね。そう店々で違うだろうからタイプとか。ちょっと一個では語れねえだろうなみたいな。うん。それはある感じがした。うん。そうなんですよね。お好み焼き結局みっちゃんだけか食べたの。そうだね。その後また別のやっぱ広島って別にさそのお好み焼きだけじゃないからさ他のもんも食いて他のもんも食いてってなったらやっぱりちょっと足りなかったね。牡蠣がさあ僕これ普段ダメなんすよ本当に。なんか行く前はダメかもみたいなのちょっと言ってたよね。そう本当にダメで揚げた牡蠣でも割とダメなのよ。なんか食感というかなんというかさまあ確かに牡蠣のその食べた感じのなんかブロッっていう感じとかねギュニュッとなるからねそうギュニュッとなるじゃないダメだったんだけど苦手な人いるだろうなとは思うわ。みっちゃんで食べたよね。みっちゃんで揚げたの出てきてたような気がする。みっちゃんで牡蠣なんかちょっと味がついてるのは1個出た出たよね。あった。それめちゃめちゃ美味しくてさ、ちょっとびっくりしちゃった。牡蠣、これが牡蠣なのって。ああ、なるほどね。今までのは何だったんだろうっていうぐらい本当に。今までの違うものを食べていたんじゃないか。うん、いや本当別物に感じるぐらい美味しくてさ、なんだこれはと思って。まあ確かに美味しかったよ。結局2回ぐらい食べたと思うんだけど、牡蠣はそうだね2回ぐらい食べたかな、あの後も牡蠣の概念がちょっと変わった変わりましたねだいぶ。いけるんだこれはみたいな。あ俺いけるなと思ってしまったもんな牡蠣。ドンさんってさ、普段は食べれないかもしれないけど、あれ食べれたっていう時のうまっていう時、必ず口に手持ってくの。最近気づいたんだけどどういうことその手はどういう状態になってるの。人差し指でなんだろう鍵爪みたいな感じに鍵爪人差し指やるの。鍵爪っていうかなんかね曲げるってことだよね。そうグーにしてで人差し指をちょっと曲げた状態で泥棒でしょ泥棒。あ泥棒でその人差し指を鼻のところに持ってきながらうまっっていうの。うみゃっていうの。そう。こいつね、必ずうみゃっていうの。必ずそれやるの。そんなことない。いや、俺ね、このポーズ何だって意味が分からなくない？そんなことない。そうなんだ。あっちからじゃなくて？いや、この前もやってたし。本当？で、広島でもやってた。必ずね、口に手を持ってくる。どんだけ俺のこと見てんだ。本当だな。逆に気持ち悪いわ。ちょっと俺の口元を見てんだよ。本当だな。何してもらえると思ってんだよこいつさ。みんな注目するじゃん。普段食べれないのじゃあ食べてみって言ってさ。まあ。そう確かに見る。そうウニの時も広島でウニも食べたのよ。食べました。でウニちょっとダメなんだよねとか言ってたけど。じゃあいいこれは美味しい食べてみっつってさ食べたらさその手持ってって「うん」って言ってた。じゃあ2日間俺同じことやったってこと？やってたよ。そうなんだ。じゃあ多分そうなんだろうね。そうなんだ。じゃあ俺そうなるんだ。絶対そう絶対それやる。絶対もうやらん絶対やらん。いやでも多分お腹減ってる時は忘れちゃうと思う。癖だから。いや絶対に癖じゃない。そうか、やってたんだこれ。やってました。やったらしいぞ。そうだね。ウニも食べたもんね。ウニも全然いけた。いけたね。前前からな寿司屋さん行って大将に作ってもらったやつで平気だったんだけど全然。いや普通にいけたな。なんだっけあれはウニとホタテ？食べたのはウニとホタテ。をこうギュッてやったやつ。ギュッてやったやつね。ホタテの上になんかウニを乗せて、多分それで炙ったのか焼いたのかよくわかんないけどよくやりましたみたいなのがそこには出てたんだよね。うん。美味しかった。うまかった。うまかったわ。うまかった。美味しいですね。お料理美味しかった、本当に。お料理は本当に美味しかったね。うん。何でもかんでも美味しかったかな。本当にそうだよね。うん。なんなの、西の方ってやっぱ美味しいの？別に北も美味しいけどな。あ、まあ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 。どちらかというと、だからうちらが普段、うちらの食生活にもちょっと問題ありなのかな。ちょっとジャンキー、ちょっとジャンキー、ちょっとジャンキーしてる。まあジャンキーもうまいんだけどね。確かにそうなのかもしれない。行くとこ行くとこイベントの飯は美味しい。そう。今のところ。まああとはそのやっぱ おにぎりチョイスっていうのもあると思います。ああまあ確かにね。おにぎりくんね。おにぎりくんがやっぱり全部チョイスしてもらってるんで、彼は本当食べるために生まれてきたから。そう。いや本当に。うん、そうかもしれない。そう。だからやっぱり。こだわりがあるだろうね。目利きだと思うから。嬉しいよね。美味しいのを探してくれるっていう。任すときはもう問題ないと思っちゃうからね。だからね。そうなんだよね。いやよかった。広島菜ってやつがね。なんかすげえ興奮してたね。美味しかったわ。あれ。本当好き。ちょっとキムチ寄りなのかなあれ。でもあれはみっちゃん用だったかもしれない。でなんかみっちゃんで出してる広島菜っていうことなのかな。なんじゃないかな。ちょっとねお土産でね探してたよね。お土産でさ広島菜でも探してたんだけど、なんか見るのなんかでけえ葉っぱみたいなやつでさ、なんかあれこれこんなの食ってねえよなみたいな感じになってたもんね。これじゃないなって思いながら。ちょっと違ったよね見てたやつはね。調理法が違うのかな。広島菜キムチだったのかな。広島なキムチってのがあんのかな。それはなかったな。あー、なるほど。だから一番普通のね広島菜はあったけどね、いっぱい。一番近かったなんかこんな雰囲気だろうっていう紫色のやつを買った。まだ食べてないけどね。あー、どうなんだろうね。ちょっとわかんないね。なるほどね。俺は全然響かなかったなあれは。あっそう。広島のさんはだってああいうね、もう葉っぱ系は響かないから。葉っぱ系は多分全然響かない。もったいない。俺はガンスね。ガンスが響きました。僕はガンスじゃないの。ガンスだっけ。ガンスか。ガンスだと後半にやっちゃうからガンス。そうガンスだった気がする。あれお魚なんでしたっけ。すり身言ってたよ。すり身みたいな揚げたすり身か要は。小判みたいな感じのやつ。あれ美味しいね。あれ美味しかった。本当に美味しかった。あれは本当に美味しいね。めちゃめちゃ美味しくて結構俺一番の衝撃だったかもしれない。あ、そう。そんなになんか本当おやつとかでずっと食べてたい。本当にそうやつだった。こんなに美味しいかと思って。なんかそうかまぼこっぽいのかな言ったら。なんだろうね。ハムカツの柔らかいやつでもちょい薄いみたいな。ハムカツっぽい。ハムカツ確かにハムカ見た目とかも本当はハムカツっぽいもんね。いやなかなかあれは本当お酒が進むやつ。お酒飲みには良さそうだわ。確かにあれは良さそう。相当いいのでお土産でも買いました。俺も買いました。うまかった。買っちゃいました。本当にちゃった。あれはさ、そう聞きたかったんです。これあれって多分もう上がったやつが俺らはそういうのを買ったね。上がってるやつを買ったんだけど、袋詰めビニールじゃないけどなんか透明な袋に入った、もう本当に周りに衣もついてて、そうそうそう上がったやつを買ったね。買った。あれはどういう風にして食べるのが一番いいのかなっていうのを聞きたかったんだよね。あの状態から。そう、あの状態から。あの状態から美味しい食べ方ね。そう、美味しい食べ方。いや普通に多分チンとかでも良さそうなんだけど。レンチンなのかな。トーストでのチン。なんかグニグニしそうだよねレンジでのチンって。そうよね。あ、ちょっとフライパンで焼いても美味しいんだ。あ、やっぱトースターなんじゃないかな。まあ多分普通はそのままトースターとかチンだと思うんだけど、なんか他にあんのかなと思って。そのままでも焼いてもレンチンでも。レンチンしてからトーストだって。あ、ちょっと怖い。温めてから周りをカリカリにするんじゃない？あ、やっぱトースターでカリカリにするのがいいんだね。で、あとフライパン使ったりしてちょっと焼いて。ああ、なるほど。ああ、なるほど。なるほどね。なるほどね。ちょっと食べたいな。ああ、トースターにアルミを引いてね。はいはい。ああ、なるほどね。みんなよう知ってんな。ね、意外と知ってんな。意外と知ってんな。意外と知ってるじゃないか。いるんだな、広島。でも、来てくれてる人たち、広島の方多かったね。多かった。多かった。うん。なるほど。ありがとうございます。そうですか、やってみよう。うん。まあ、初日はそんな感じで、うん。みっちゃん行って終わって、うん。2日目いよいよ、トークイベント。はい。始まりまして。まあ、内容的には特に、なんていうのかな、ハプニングもなく、そうだね。ただあれですわ。物販がさ、うん。初めて完売してしまったでしょ。そうね。らしいですね。みんな買ってくれたみたいでさ、結構なんか、大慌てみたいになってたよ。うん。ね。あれがてえ話ですけど。で、なんかちょっとトラブルもあって、そこでトラブルがあったんじゃないか、ちょっと。そうだね。なんか、その場で渡すはずだったのに渡せなくなっちゃったりだとか、あと、キーホルダーかなんかアクリルキーホルダー結構すぐなくなっちゃって、あれ、キーホルダーに関しては、その、うちら、後で郵送しますっていうみたいなの本来ならやってんだけど、キーホルダーだけっていうのがやってないから、申し訳ないみたいな形になっちゃったっぽい話は聞いたね。俺らさえもらえなかったね。俺ら、そう、もらえなかった。そうなんですよ。俺らね、キーホルダー。いつも、なんだかんだいただいたりしてるんですけど、俺ら持ってないのよ。俺らでさえなかったわ。俺実物見てねえんじゃねえかな。俺も見てねえかもしんねえ。あれもらえてないよね。もらえてない。俺集めてたんだけどね、あれ地味に。そう、俺も地味に集めてるんですよ。そう、あれダメだったわ。そうなんですよね。広島ないんですよね。ないね。残念でした。ちょっと買えない人が出てしまって申し訳なかった。まあそれは本当に今までの感じからこのぐらい持っていけばいいかなみたいなのでやって。でまさかこんなに売れるとはみたいなので、そう結構そうなんだよね。予想外だったみたいで、こんなに出ちゃうのが、今度から多分もっと多く余るぐらい、余るぐらい持ってくるんじゃないかな。そうすると次も大量に余る。なんでこれどうすんだみたいになるんだよね。みんな10個ずつ持って帰るみたいな。そう。ああ、そうですね。そうなんですよね。ああ、申し訳ねえなっていう感じ。申し訳ないなっていう感じでしたね。トークイベント自体はだから、まあまあ本当に来ていただいた方もなんだろうな、温かく見守っててくださって、そうだね。こっちとしても楽しくあっという間だったね。本当にあっという間だった。イベント自体はあっという間だったね。時間経つの本当早かったな今回。早かったね。そう。おかげさまでっていう感じだったけど、まあイベント中ちょいちょい時計とか見ると思うんですけど、見た時にあれもうこんな進んでんだっていうのは本当あったね。で気づいたら5分前になったら音楽ちょっと変わったりしてるんだけど、エンディングね気づいたらその音楽流れるみたいな。そう、もう流れてると思ってあった。いや楽しかったですね。楽しかったよ。そうか、そんで打ち上げで食べたんだな、また牡蠣とかを。そう、打ち上げをしたのが、ホテルはアパ取ったんですけど、そのなんかホテルの近くにね、なんかあったんだよ。瀬戸内料理菊本。違う、菊本って菊本店なのかな。菊本店なのか菊本店なのかわかんないけど、菊本店かなっていうところの。まあそこまで大きくはない。そうだね、居酒屋と呼んではいけないようなお店。そうね、で食べましたね。お刺身とかも全部美味しかったな。うまかったぞあれな。めっちゃうまかったぞ。本当美味しかったよね。なんだあれなんで同じこと2回。いや美味しかったんだよ本当に。いや美味しかった。うん。おでも料理美味しいみたいな。なんか何食べたか忘れたけど美味しかった。そうだね。何食べたか。唐揚げ美味しかったね。唐揚げ美味しかった。唐揚げ美味しかった。唐揚げは美味しい。あと穴子食べた。食べたね。穴子食べたね。ふかふかだったわ。そうだわ、唐揚げかなんか、あ、違う、牡蠣だわ。牡蠣食べた、そこでも食べた。牡�蠣もそこでも食べてさ、で、あれ、レモン絞ったじゃないですか。うん。で、おにぎりくんがさ、レモン絞ってくれるって言うからさ、こう、レモン絞るとこ見てたの、おにぎりくんが。見てたね、目の前。で、おにぎりくんがこう、レモンをギュッてやったときにさ、確かに絞れたんだけど、その、絞った手が滑っちゃって、プルンってレモンがギュッてやったと同時にプッて滑って、そのレモンが全部俺の顔にかかってたね。かかってあっつってたもん。あっつってお互いあって言ってた。おにぎりくんはあんまり悪そうにしてなかった。そうしょうがないみたいな感じで、あいつクソほど笑ってたけど、そうクソほど笑った後に失礼しましてなんかむしろちょっとしてやったみたいな。あいつねちょっとミスっ気あるんですよ。いやあるんだよあいつね。ミスっ気あるの。あれみんなあれ優しそうだなって思わない方がいいですよ。そうなのよ。なんか全然そんなことないから。昔さ輪ゴムでさ腕のとこパチンってやるとさ、はいはいはい、なんていうの、内出血するやつをさ、おにぎりくんにさ俺やられてさ。やってたね。マジで。やってたやってた。パチンってやられて、うわーってなってるとこ、おにぎりくんキャラ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 笑って、めっちゃ笑ってんだよあいつ。こんなに笑うと思うぐらい。案外そういうとこあるからね。案外ねいじめるの好きなんですよ。そう。ひどいのよ。めっちゃ笑ってたもん、ほんとに。レモン顔にかけといて。ひでえわ。面白かったですね。なかなか。あとなんかありましたかな。でもそこで素敵な出会いなかった？あ、出会いありました。あったね。素敵な出会い、よかったね。メールいただいてるんですよ。あ、ほんとに。ちょっとじゃあ読んでみようかな。はいはい。おとといかな、おととい、違う、昨日の昨今、違う、昨今の昨今って書いてある、これ。昨今の昨今っていう名前、男性の方。ドンさん、ペサー、テッドさん、こんにちは、昨今です。こんにちは。広島イベント参加させていただき、帰りの新幹線から初めてメールを出させていただきます。これまでは自分のメールなんて必要ないだろうと思っていましたが、今回は俺のメールと思い、こちらにしたためております。まあちょっと長いんですが、まずはイベントを楽しませていただきありがとうございます。その時点ですでに満足しており、一杯引っ掛けてすぐに寝ようかと思い、一人で居酒屋に足を運びました。何組かお客様もおり、10名ほどの予約席もあるようでしたが、お酒もお料理も美味しいな、楽しかったし、幸せだな、仕事頑張ろうと感傷に浸りながらカウンター席でゆっくりととっくりを傾けていたのですが、ふと、入り口から入ってきたお客様に目を向けたところ、見覚えのある風景、可愛らしい要望、それまあおにぎりくんだね多分ね。おにぎりくんだねが来店されたではないですか。もしやと思い案内された先を見ると、その予約席におかけになられました。まあ奥に予約で取っといた席に座ったと。そこで私は直感しました。これはまずいと。要はそこで打ち上げがある。行われるのはもう明白だから、そうすると当然後になると、まあ、三人称の我々が来るだろうと、そうするとやっぱりこの、ね、まあ、ファンとしては声をかけたいという気持ちはあるんだけれども、まあ、プライベートでましては打ち上げの場だから、そこにその自分たちを知っている人間がいると分かった途端に楽しめなくなっちゃうんじゃないかと思ってくれたんだって。ただ私は、具合が悪いと思われてもいいという気持ちで入り口の扉が開くたびにこう背中を丸めてね、こう顔を下に向けて机を見てたんだって。だからバレなんだろう、見るようにしてたのか見ないようにしてたのかちょっとそのここでは分かんないんだけど、見ないようにしてたなのかな、うん、なんか見ないようにしてたって言ってた、うん、うん、でまあでもそういう状態だともうなんかそのとっくりをゆっくり傾けてじっくりお酒を飲むみたいな余裕はもうなくなっちゃって、うんうんうん、まあなんかそのペースも乱れ食べ物の味もあまり分からなくなり悪いことしたね、あんな美味しかったのに。でもまあ多分もう我々はもうだから入ってるんだねそこでね、もう入ってるか盛り上がってるのをこうなんかちょっと聞こえてくる、ちょっと聞こえてくるのかなみたいな感じなんだけど、ただやはりこんな機会は今後ないだろうという気持ちがあって、うん、ただ打ち上げのさなかに話しかけるのはちょっとそれは失礼なんじゃないかなと思ったりだとか、ただ店員の人にそのこの店には色紙とかないですかと伺ってみたりだとか無駄にねでないと断られて、うん、でまあでもせっかくのチャンスだから例えばお会計が終わった後どっかで何かそういうの買って、うん、ちょっとね出待ちみたいになっちゃうかもしれないけど、うん、いただいてっていうのはどうかな、迷惑かな、こういろいろ考えてたんで、うん、思ってたところふと、うん、私の肩にトントンという衝撃があり、うん、肩を叩かれたんだね、うん、店員さんなのかなと思って振り返ってみるとそこにはなんとお三方が並んでいるじゃないですか確かに我々会いに行きましたね、会いに行きましたね、もう私は状況が飲み込めずすっとんきょの声を出しもう連呼し終始落ち着きなく頭や服をくしゃくしゃにしてました。確かにいや本当すごかったよ、服がぐちゃぐちゃになってた、うん、ぐちゃぐちゃになってたもん本当に衝撃でしかなくお話をしてくださり、写真や握手お願いまで聞いてくださり、私にとって夢のような時間でした、うん、その後お礼をさせていただき先にお店を出させていただきましたが、うん、一生の思い出に残る時間でした。これを糧に今後も頑張りたいと思います、うん、また店員の方にもしっかりとお礼をしたのですが、あちらの方は有名な方なのとか質問されて困りました、うん、本当にありそうだね。最後にイベントも楽しませていただき、さらには偶然出くわした気持ち悪い反応をしていた私なんかへの対応、ありがとうございました。一緒の思い出です。ということでいただいておりますが、なるほど。これはね、うん、我々は気づいてなくて、そんな気づいてなかったんですね。カウンターに誰かいるみたいなのは、まあいるのは知ってたけど、カウンターに何人かね、何名かいらっしゃって、我々のところにこう運んでくださるおばちゃんがの一人が。なんかあなたたちってなんかやってるのみたいな急に言われて、いやまあはあはあまあそうですみたいなちょっとこう曖昧にしてたら、うんうん、なんかそのカウンターにいる人がなんかあなたたちのこと気にしてるらしいのよみたいななんか結構チラチラ見てるっぽくてみたいなだからなんか言ってあげてよみたいなこと言われてさ、うん、あそうなのと思って、うん、でうちら3人バッてカウンター見たらなんか、うん、こっちを確実に見ないようにしている一人の男がいるみたいな。カウンター席に座ってるのにこちらに背中を向けてるんだよね。ずーっとその中で出入り口の方を向けてる。不自然だったよね。かなり不審なやつがいるなみたいな。不自然すぎたよねあれね。あれに違いないみたいなね。あいつだわっていうね。あ絶対あいつだ怪しすぎるみたいな感じで。でまあ声かけさせてもらってさ。でまあなんか。すごい若い子だったんだけど、若い子だったね、うん、なんか新卒だけどなんか来てくれたみたいな感じで、うん、そうだね、その多分入る仕事を働き出す前から見てくれてるな、結構長く見てくれてるっぽいらしい、高校生の時からっつってなかったっけ、うん、でもありがとうございますみたいなちょっとひとしきり、うん、短い時間だったけどね、まあそうね話させていただいて、うん、7年って言ってたかな、7年前から知ってるみたいなことでしたね、うん、知ってるんですみたいな感じ言ってたかな。ねえ。ああ、面白かった。いや、嬉しかった。面白かったよね。本当に嬉しかった。挙動不審だった、すごくね。結構遠くから来てくれてね。そうそうそう、結構遠くから来てくれてたの。だから、ありがとうね。ありがとうね。で、一段落して、じゃあ帰りましょうかってなったら、僕らがまあその10人掛けの席でやってたその後ろにいた男女カップルだね、カップルが実は僕らのファンですみたいな2時間ぐらい一緒の空間にいて、そうなんだよね、最後の最後にね声が出てくるね。最後の最後に出てきたよね。そうだね。みたいな感じで。みたいな。びっくりしたというか、ちょっと途中から、この人たち、もしやって感じた時はあったの。なんかちょっと不自然な気もしないでもないみたいな。なんかちょっと見られてるなっていうのはあったんだけど、それはなんかやっぱりうちらがちょっと集団として変だみたいな、なんだこいつらみたいな意味なのかなみたいな。俺もそっちだと思ってた。何の集まりなんだろうこれみたいな。そのちょっとしたらそのなんか男の子のところ行ってさ、なんか話してたりするし、こいつら何なのみたいなやつなのかなと思ったら違ったみたい。そうだね。なかなかあれはあれで、いや相当気使ってくれてたみたいで、いやそうだろうね。席もめっちゃ近かったから、超近かった。そうなんか本当邪魔しちゃいけないみたいな思いが強かったみたいで、逆にも気使わせてしまってなんか申し訳ない。いや本当に申し訳なかったなって感じだよね。だったけど、いやまあ声かけづらいじゃんね。さすがにね。そうだよね。絶対そうだなと思って。まあ帰るタイミングしかないだろうなっていうの。でもよかったね、ほんとよかったよかった。言ってくれて、最後の最後で言ってくれてよかったなとは思いましたよ。これのコメントの群馬の人たちってのは何なの？群馬の人たちってのはトークイベント中にお便りで多分2人で来てるんだと思うけど、お便りの中で読ませてもらった人が群馬から来られてる方で、実は私は今隣にいる人のことが好きですみたいな、どうアプローチすればいいでしょうかみたいなのを取り上げたのよ。攻めのメールだったよね。そのことを言ってたのね。そう、そのことだと思う多分。なるほどなるほど。あれはどうなったのかなね。あれはどうなったんでしょうね。確かにちょっとわかんないけど、メール欲しいね。ちょっとメール欲しいよね、その後のね。気になりますよね。なかなかすごいことだよな。すごいよ。いわば告白だからね。そうだよ。告白だからね。わかんないどうなったのか。面白いことやったよね。まあそんな感じでしたかね。そう。で、まあ最終日はどこ行き。まあその前までもちょろちょろ撮ってたんだけど、最終日はいつもね、どこ行きっていうまあ観光地を巡るみたいな動画は我々上げてるんだけども、まあその撮影もかなりちょっと広島市内をぐるっと巡って。っていう感じかな。そうですね。まあその辺の内容に関しては動画をお楽しみいただければみたいな感じだけど、その動画がいつ上がるのかは知らない。いや今回はまあ早いですか？早いですか？今年メドじゃない？今年メドまだ宮崎残ってるけど、あやべそうなんですけど、宮崎までにはどうにか。そうだね、秋口には頑張ろうかな。結構今回濃いっすからね。結構回してたんじゃないかな。回してたから。回したのよ。回したよね、めちゃめちゃね。しかもちょいちょい面白いとこあるなって思いながら。あるよね。あ、そう。回してた。つまんでったら面白いなっていうのがあったんだけど。そうね。ちょっと。なかなか。ノーカットは多分絶対無理だね。あれはノーカットは無理ですね。ノーカットは無理。もしかしたら1時間ぐらいなんのかな。どうなんだかちょっと本当にすげえじゃん。からないなかなかなボリュームだね。そうすると1日目が結構撮ったからね。1日目撮ってたね。空港から移動するときだ。移動中を撮ってたから。移動中結構ずっと確かに回してんなこいつとは思った。あれがどんぐらい使えるかによって。そうだね。そんな使えないと思うけど。そんなに使えないと思うけどね。あ、そう？確かにそんなに使えはしないのかなとは思うけど、まあいろいろ撮ったね。いろいろ撮りました。撮った。なかなか濃い感じでした。まあボリュームは出てくれるかな、出てくれると信じてます。まだちょっと確認ができてないんで。そうだね。なんともなんですけどもね。なるほど。ですよね。しばらくお待ちください。はい。早いかもしれない。そうですね。ですね。そう。そうだね。話したいこともあるけど、それはあれか。言わない方がいいんですか？言わない方がいいようなこともあるし、言ってもいいようなこともある気がするな。そうだね。まあ特にその、うん、帰りの方法に関しては多分動画には収まってないっていうか、収める暇がなかったから。暇なかったからね。これは多分言わないともう分かんないことだから言っちゃっていいと思うんだけど。そうだよね。我々、まあいろいろこう観光してて、で、ね、行きは飛行機で来たから、で、帰りは新幹線で行って、どっちの方が楽かっていうのをまあ比べればいいじゃんみたいな話、さっきもしたと思うんだけど、結局その、観光に行った先で、いつもね、そのどこ行きっていうのはお土産を選んで、お土産を買って、こういうの買いましたっていう風にやって、で、それをこう、動画を撮って、じゃあバイバイみたいなので終われるんだけど、そうだね、お土産を選んでいる時に、ふと時計を見たら、あれって、新幹線予約してるんですけど、だいぶ離れてたの、その広島の駅から。あ、これ、新幹線間に合わないかもしれないね、みたいな。これちょっとやばいかもよみたいな感じになって、で大急ぎでそのお土産買ってさ、そわつき出したもんね。そうで帰るためのこういろんなこう工程を踏んで帰るんだけど、その途中でもうその途中っていうかその一番最初にその乗り物乗った瞬間に、いやこれ間に合いません。なってたね。そう、あ、これも無理です。これ無理ですってなったもんね。そう。これもう無理でした。新幹線には間に合わないです。そうですね。そうですかってなったもんな。現実見ようみたいな感じになってたもんね。そう。で、ただ、じゃあ、次の新幹線にまあね、予約を変えるというか、要は指定席で取ってるけど、その指定席でさえ取っていれば、次の新幹線に自由席とかで乗れる可能性はあると。空いていればだけど。そうなのよ。ただここで一個問題に上がるのが、その広島から東京までって長いっていう、4時間、で混雑具合にもよるけど下手したら座れないかもしれないかもしれないねみたいな、そうだね、結構夕方の時間帯で帰る人多い時間帯だったんだよね。そうだね、だから新幹線乗る人ももちろん多いとは思う。でまあそれまでも我々さ、行きにその飛行機で1時間ちょっとで、しかもプレミアムを体験している我々からすると、そう、それ4時間下手すりゃ立ちみたいな、俺バチ当たったんじゃねえかって思ったもん。ただ帰らないわけにはいかないのよ、それぞれ予定があるから、その次にどうするみたいな、本当に乗れますみたいなね感じになって、いや多分無理だろうなと。確実に値を上げて途中で降りたりするんじゃねえかみたいな。でも途中で降りるわけにもいかないから。いかないよ。やばい、これどうしようってなった時に、いやでも広島への帰り方は一つじゃねえぞみたいな。何も陸地から帰る必要はあるめえみたいなさ、アイディアが、上がり。そうだね。ちょっと。そうだね。ちょっと調べてみようかみたいな、ね、ちょっと調べてみる、みたいな。で調べたところ、行きと同じ帰り方であれば、その席も取れ、時間的にも間に合う余裕があると、多少はね、だからお土産も選べるし、無事に優雅に帰ることができます。優雅にね。お金はすごいかかりますよ。お金はすごいかかりますよ。当日取るわけですからね。そうだね。何にも割り引かれない。何にも割り引くものがないよね。さあどうするっていう話になって。でもそこまで迷うことはなかったかな。みんなの意思的には。そうだね。的にはそうだね。というのも、まあ、その観光で結構歩いちゃって、疲れてたんだよね、全員が。いや、もう疲れてたと思う。足がもう結構パンパンだし、なんかちょっと日に焼けてないみたいな感じ。ちょっとヒリしないみたいな感じになってたもんね。だからまあ結局帰りも空港まで行って、空港で飛行機乗って帰ってきたね、結局ね。帰ったね、飛行機で。飛行機で帰りました。だから新幹線の感じとか全然わかんないわ。うん。全然わかんなかったな。うん。じゃあ次もし広島の際に、じゃあ新幹線で行ってみるって言われたら、いや別に飛行機でも大丈夫だよとは言うかもしれない。ああ。割と飛行機を選択してしまうかもしれない。うん。まあやっぱりそうね、乗ってる時間が短い方がいいんだよね。いろいろ乗り継ぎはあるけれども、乗ってる時間は1時間ちょっとずつぐらいだとやっぱ気分も変わるしいいんだけど、4時間同じところでほぼ動けませんの方が辛いんかなとかちょっと思ったりもしたかな。思っちゃったね。だってスタッフの人でさ、いつも来てくれる人でさ、新幹線で行ったじゃん、その人たちは。で一回寝て起きたらまだここなのかっていう絶望を味わいながら来たって言ってたもんね。なんか言ってたよくあることらしいんだけど、その広島から東京行く時は広島でもう寝てりゃいいだろっつって寝て起きたら新神戸っつってなんか絶望するみたいなのよく起こるらしいね。そう、なんか最初に寝ちゃダメとか言ってたね。まあ半分ぐらい来たかなと思ったら全然半分も来てなかったみたいなことよくあるらしい。よくあるっつってたな。うん、そうなんだと思って。あんま寝ないようにしようとは思ってたけど。そうなんですよね。そうね。やっぱり飛行機なのかな。どうなのかな。でもまあ行きも帰りもお金のかかる旅でしたよ、今回は。新幹線がさ、確か5時ぐらいに乗って9時過ぎに着く予定のはずだったんだよね。そうだね。そうだね。でも飛行機に変更して7時過ぎのに乗って9時前に着くっていう、その新幹線よりも早く着いちゃうっていう。そうなんだよね。事実ね。これすごいことだなと思っちゃったもん。お金、確かに。お金ってすごいなと思っちゃった。そうね。すごかったよ。すごかった。まあだからやっぱりその広島空港まではちょっとあるから、あるあるある、それがやっぱちょっとネックなんだなとは思ったね。そこだよね、多分飛行機を選択した場合の。そう、広島までちょっと遠いっていう。そう面倒くさいとこだなとはちょっと思った。そうだね。そうですかね。でもまあ本当に広島自体は本当に良かった。すごい楽しんだな。いや本当楽しかったね。楽しみましたね。やっぱりイベントを通じてこうそこの土地を知れるのは。そうなんだよね。だから我々やっぱりそんなに出かける方じゃないからさ、旅行とかもまあ行かないんだけど、こうやってトークイベントで地方いろいろ行かせてもらうと、すごいやっぱその土地土地がいいとこなんだな、日本ってこんななんだなみたいなさ、好きになっていくわ。そうそう、どんどんいろんなところが好きになって、今回広島もういいなって思ったな。いいです。そうね。本番終わった後さ、ホテルまでさ、帰るのにタクシー捕まえて帰ろうとしたら全然タクシーが捕まらないからさ、これ駅変えた方がいいのかなっつってさ、電車も乗れたもんね。結局ね、アストラライン、それも乗れたからよかったなと思って、体験できて。おしゃれな駅なんだよな、また。駅はおしゃれだったね、あれね。相当おしゃれだったな。そこまで体験できてよかったなとは。そうね。思いました。うん。楽しかったです。イベント来てくださった方からも、いろいろお便りもらってるんで、まあその中で何通か読まさせていただきましょう。ヌメロさん。ヌメロさんかな。富城さん、ペジャコさん、テッドさん、こんにちは。こんにちは。広島トークベッドお疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひお礼を言いたくてお便りしました。今回のイベントも終始笑いが絶えず本当に楽しくて最高で、イベントやってくださってありがとうなのは言わずもがなのですが、あれ、ヌメロは東京在住のため広島少し遠いです。でも観光名所も美味しいものもたくさんあるところですから、以前からぜひ一度訪れてみたいと思っていた場所ではありました。長年なかなかきっかけがつかめなかったところ、今回のトークイベントがあったことで思い切って旅行することができました。思ってたよりさらに広島は見どころ満載でした。そうね、まあいろんなところを行ったんだね。で広島がとても好きになりましたと、うん、イベントも含め思い出になる旅行ができました、この旅行のねきっかけを作ってくれてありがとうございました。まあ確かにトークイベントにこの広島の外から来てくださってる方もまあそれなりにいてくださって、いたね、うん、そうだね。そういう場合はやっぱりその一つのきっかけみたいになるのは僕らとしてもありがたいなと、うん、ありがたい本当に。結構神奈川から来ましたとか多かったもんね。いたね。遠方から来てくださる方もいらっしゃるみたいでありがたいですわ。いいですよね。それで好きになってもらえるのはありがたい。それとしても鼻が高いというか、同じやと社会貢献の一環じゃろうがいみたいなね、大手を振って言えますからね。いいですよ。はい。他には、ゆきみさん、女性の方。ゆきみさん、店長の皆さん、こんにちは。こんにちは。この方は神奈川なんだね。2部に夫婦揃って行かせていただき、あんなに声を出して笑ったのに久しぶりのくらい楽しませてもらいました。ありがとうございます。嬉しいです。翌日トークイベントの翌日に観光してたら、我々に偶然会ったと。で写真まで撮ってもらえて、興奮は止まらなかったですと。私たち夫婦は本当に三章さんが大好きなのですが、旦那さんの方がその広島で三人称の皆さんと遭遇した時の3人の目線が少々気になったぞと。目線、3人というより具体的にはペイさんと俺らしいんだけど、旦那曰くペイさんにはきょとんとした顔で見られ、鉄塔さんには「お前は本当に三人称を知っているのか、ファンなのか」と疑われているような目で見られたということです。あ、そうかな。確かに旦那は少々がたいがよく、目つきも悪く見られがちで、お三人がよく言うゲーム実況とか見ないタイプに見られそうな見た目をしていると。ああ、確かにそういう方いらっしゃったかもしれない。いやでもたまにわからないじゃん。すげえさ、そう付き添いで来てるんじゃないかなってちょっと思っちゃったりする時がある。ある。意外となんか全く知らない人を連れてきましたみたいな一人は嫌だから、時々あるじゃん。お便りでももらうんだよね。全然知らない旦那を無理やり連れて行きましたみたいなのがあったりするから、そうなのかなってちょっと思っちゃう。まずそのセンサーが働くんだよね。女性の方からうわーってなった時に、どうもどうもって、やっぱ旦那さんもうわーってはならない場合もあるじゃん。ちょっと後ろから離れて、なんかこうね、その奥様の様子を見られているみたいな方もいらっしゃると、なんかそのこっちとしてもさ、あんまりそのなんか変な風にするとなんか失礼かなみたいな、様子を伺っちゃうんだよね。こっちから急にさ、わけもわかんねえさやつがさ、じゃあどうもっつってさ、手差し伸べたところでさ、そうなんだこいつらってなってたら、すげえなんか複雑な気持ちだから、ちょっとね最初ね様子見るんですよ。そうだね。だからそれがそういう風に捉えちゃったんだろうね。だから多分俺もきょとんとしてるんだと思う。だから俺もこちらの方にはどういう対応をすればいいのかなっていう多分目だと思うの。なるほどね。伺ってるような。そう。はいはいはい。この旦那さんはどっちなんだろうみたいな。僕らのこと知ってるんですかみたいな。そう。そういうことなんだと思うんだよね。かなりその気使ってるっていうわけじゃないけど、なんか。あんまりね、ぐいぐいうちらもいけないから、その距離感を多分測ってる目だと思います。そう、そんなにだってガツガツいけないじゃん。そもそも人見知りっていうのもあるけど、やっぱ失礼になりたくないじゃん。全くわかんないのにさ、急にこっちのテンションをさ、下手すりゃ怒ってる可能性だってあるじゃん、向こうのその旦那さんがさ。そうよ。それ多いよ。疲れたよみたいな。俺よく知らねえしみたいなね。そう。そしたら困っちゃうなっていう。多分そういうことなんだろうなとは思いますよ。続きまして、尾道の三人称男性の方。どうぞペサテトさん、こんにちは。こんにちは。この人そんなに来てくれてんだ。新潟、浅草、広島と今回3回目の参加で、一部のみでしたが今回のトークライブも楽しませていただきました。研究室旅行に行かなかった海外もありました。三人称を全く知らない友人を連れて行ったのですが、いや俺これさ、俺これすげえ今これ読んでびっくりしちゃった。いや俺もそれ読んだ時さ、今言ったけどやっぱその様子見が大失敗したんだなと思って、ああそうだね、逆に転んだパターンだね。あの時そうか、じゃああの2人俺らのこと全然知らなかったんだって思うと、ホテルのロビーでお会いしたんですよ、最終日に。で1人の男性3人組だったんだけど、お一人に声かけていただいて、でなんかこれから尾道行くんですみたいな話をしてて、であそうなんだいいね尾道みたいな話をしてたんだよね。でそしたら俺と話してて、で途中からペイさんが来て最後に友達さんが来たのかな。そうだね、そう多分そうだと思う。でそしたら3人組で来てるらしくて、で3人で尾道行くんですみたいな感じだったから、うちらとしてはてっきりそのやっぱね3人ともうちらのことを好きでトークイベント来てくれたんだねみたいな。やっぱねそう思っちゃうね、勘違いしちゃうよ。逆にその勘違いして対応をここでは取ってしまったんだけど、どうやらその人以外はそんなに恥ずかしい。そうだったんだね。なんか海みたいな感じになっちゃったよね、年下の男性だっていうのもあるけど。そんなことしてたんだ、俺がいない時だよね多分。そうああ来てくれたんだありがとうみたいな、なんかちょっと結構なんかそのラフに行ったわけだね。だってさ最初さそのさ知ってる人一人だったじゃん。でさ後からその人のグループも後から2人来て、あこれ友達ですみたいな感じになるからさ、うみたいな感じでさ、そこでは様子見しなかったんだ。それはなんかね入り口が違ったんだよね、テンションの。男の子一人で見に来てくれてたんだみたいなところから2人もいましたみたいな感じだったから、テンションの時には「おう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 」みたいな。そうなるほどね、そうあれ失敗した。そういう感じで言っちゃったら全然。だって俺帰りの空港でもあったのよ。ありましたね。そうでなんか「お尾道3人組じゃん」みたいな、俺そう楽しませようって言ってたけど全然そんなことなかった。他の2人全く知らない。むしろ俺他の2人とかに声かけちゃったもん、どうだったのみたいな。そうだよね。そしたら「いやまああんまりその空いてない店が多くて」みたいな「ああそうだったんだ残念だね」みたいな、なんかすげえ声かけちゃった知らない人に。本当だよ。まあでも本番見てくれた後だからまあまだいいよね。まあねまだまあね、見る前だったらやばいわ。見る前だったらやばかったね、これやばかったよ。見る前だったらやばかった本当に。俺もその後これ聞かされてたらもう恥ずかしくてその人たちのこと見れなかったと思う。俺もうダメだね。確かにだよね。よかったわ。いや失敗したね。そうなんだ。でもなんか楽しんでいただけたらいいけどな。そうね、初めて見に来てくれて。そうだね。なんかそこからね少しずつ動画とかさ、そうだね、見てくれるようになってくれたら嬉しいけど、ちょっとわからないよね。でも羨ましいな、尾道行ったのは行きたかったんだよね、やっぱり。行きたかったね。どうしても遠いな尾道な。思ったよりも遠いとこにあるみたいで行けなかった。次もし広島行くときは尾道行きたいな。そうだね、尾道行きたいなと思うね。思ってますぞ。これは俺が読むのか。神ライラさん、男性の方。あ出たね、神ライラ。生まれたんだ。これは何かというと、その子供にもう子供が生まれるみたいな話だったかな。なので三人称さんにそれぞれ好きな漢字を。1文字ずつ1文字ずつ上げてくださいみたいな感じで、俺がアシュラのラって言って、ドンさんが雷って言って、でペイさんが神様の神って言って神ライラっていう神ライラ名字まで決めちゃった。名字まで決めて、その旦那さんとはって、神はライラでいい、神は名字でいいだろうみたいな。まあそれとは多分関係ないんだけど、男性の方。三種の皆さん、広島トークイベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりのイベント参加だったのですが、鉄塔さんの雰囲気が以前よりマイルドになったなと感じました。ほう、彼女さんができたのでしょうね。お幸せにって。あれでしょうね。バレちまったか。バレちまったね。バレちまってるね。マイルドになったんだこれ。そうなの、俺マイルドになったの。まずちょっと僕らわかんない。俺らは全くわからない。僕らは全くわからない。あそうマイルドだから、そういう印象だから。マイルド、人はマイルドになると彼女ができるの。やっぱ雰囲気変わるんじゃない。彼女ができるとマイルドになるのか。変わるんすかね。そうなのか。ってことは俺実際にじゃあ彼女ができたらもうマイルドどころじゃないってことだよね。ふにゃふにゃになる、仏的な存在になるってことだな。ちょっと言ってる意味が分かんないですけど、そうらしい。俺はマイルドになっているらしい、どうやら。でもなんか見た目が変わった時に、いや俺もさちょいちょいさ、そのなんか見た目が変わったからこれはあれだ、嫁ちゃん効果なのかなとかさ、結婚したからかなとか言われるんだけど、俺からすると別に変わってないんだよね、生活的には。公表しただけであって。そう、なんつうのかな、結婚したから、そうだね、確かに、どちらかというと変わった瞬間っていうのはもっと前に訪れる、もっと前だったから、変わった瞬間っていうのは。そうね、だから結婚してこれでなんか一緒にそこから初めて同棲しましたとかだったら言ってることはすごくわかるんだけど、あ、そう見えるんだなと思って。なるほど、見てる側はね。ああ、うん、別に俺の場合、その何にもないのにこうなるとどうなってるの、俺はもう俺はどうすればいい、丸くなったんだなっていう、とんがることをやめた。ただ太ったとかじゃなくてどうなんだろうね。なんかね、多分ね、そういうふうにしたいんだと思う。ああ、なるほどね。うん、そうであれみたいなところ、そうであれみたいなところなんだと思う。俺はそう感じている。彼女ができていろみたいな。そう、彼女ができていろ、これは嫁ちゃんの効果だみたいな。そう、いや、ある、そういうことなんだと思う。なんだよ、そう、俺はそう思っている。なんだよ、そのやつ。付加価値がやっぱね、そうなんだね、感じるんじゃないかな。理由付けが欲しいんだね。いや、まあ何でもいいけど。一番悲しいぞ今、おい。本人にこんなこと言わせるの一番悲しいんだからな。今めちゃめちゃ悲しいよな。事実と違うんだもん。いやいや、ちょっとそうだったらさ、そうだったらだって、あ、バレたかみたいなさ、どうしようドキドキみたいになるじゃん。ちょっとポサ出しとこうよ、言わないべきかみたいなね。本当にそうなんだよな。何もねえのにこう言われちゃうと、もうどうしようみたいな。幸せに今で言われてるからね。本当だよ。つら。というわけでね、他にもいろいろ送っていただきましたけど、まあもう皆さんも本当にありがとうございましたと。ありがとうございます。感じですね。で、まあ我々のね、トークイベント、広島トークイベント、ボリューム16はまあこうやって一応無事に終わったわけでございますが、まあ先週もお伝えしましたけれども、次のトークイベント、ボリューム17が、11月の4日、月曜日、振り替え休日、文化の日の振り替え休日ですが、月曜日に宮崎の都城、都城市総合文化ホール、州ホールかな、で行われますと。ちょっと宮崎の、これもだから空港からは遠いパターンだね。そうですね、都城自体がちょっと遠いらしいので、ちょっと遠くなりますが、でこのトークイベントの先行抽選、いわゆるプレオーダーと呼ばれてるやつが、9月1日の12時から始まります。始まりますよ。はい。あ、これもうあれなのかな、情報公開的には情報公開されてるのかな。チケットのところは出てるみたいですよ。あ、本当。出てるんだって。なのでまあそれが多分 E プラスのサイトで三人称って調べると。出てくる。なるほど。のでまあそちらをご参照いただいて、いつもさ、そのツイッターとかで貼ってる URL ってのはそのページだ。その検索した後の。おそらくそうだ。なるほど。そうだ。最近ちょっと思ったのがさ、インスタ使ってるじゃないですか結構。でそうするとコメントちらほら見てると、ツイッターをやってないって人がちょいちょいいるんだよね。なるほど。そうだから俺まあ今インスタ結構毎日使ってるから、そのチケット集まりの時インスタの方にも URL を貼ろうかなと思って。あ、いいですね。ただ、そうインスタって本文に URL 貼っても飛べないのよ。だよね。そうだからその期間中だけそのプロフィールを使って、プロフィールのとこだったら飛べるのよ。ああ。そうだ、プロフィールに書かなきゃいけないの。ああ、それかなんかどっかにその E プラスのサイトで三人称検索みたいな。あ、そうだね、プロフィールにそうやって書いてもいいかもしれない。そうするとより分かりやすいかもしれんな。そうだね。だからなんかインスタにも貼った方がいいかなと思ってちょっと思いました。そうなんだよね、使ってない人意外といるんだと思って。あとはこの放送ページになんかその時だけ貼っちゃうとかも。そうだね、概要欄にじゃあちょっと貼っておきましょうか。一応概要欄のトップ一番上らへんに URL あるんで、まあ気になる方は一応そちらから飛んでもらえればって感じですね。そうですね。なるほどな。と思いました。お願いします。まあとにかくなんかいろんな媒体で告知はさせていただく予定ですので、ぜひぜひ9月1日12時からの発売です。これは先行なので、先行抽選なので、まあ早い遅い関係ないので、ふるってご応募いただければという感じでございます。お願いします。お願いします。では、普通のお便りもいくつか読まさせていただいて、よろしいでしょうかね。はい、大丈夫です。読みます。では、トマトは大事さん、女性の方。お、トマト。どうさん、ペサテトさん、こんばんは。こんばんは。初めてお便りさせていただきます。第266回の放送で、ハーフマラソンに再挑戦する方のお便りが読まれた。確かに。あれってどうなったんだろう。どうなったんだろうね。あ、その人じゃないんだね。その人じゃない。ボロカスに言った人じゃないんだよね。そう。で、僭越ながら、昨年初めてハーフマラソンに挑戦して完走した。おお、素晴らしい。私のおすすめの練習法をご紹介します。なるほど。これはためになるんじゃないの？それはズバリ、三人称の雑談を聞きながらの LSD。LSD ってよくないやつじゃないの？よくないやつじゃないの？ LSD ってよくないやつじゃないの？薬物のことじゃないの？薬物。ロングスローディスタンス。ロングスローディスタンス。略して LSD って呼ぶらしい。なるほど。じゃあ悪いやつではね。悪いやつではないね。いけない薬ではないね。いけない薬の方ではないね。大丈夫だね。このロングスローディスタンスは、ジョギングより遅いペースで、フォームに気をつけながら最低でも1時間走り続ける練習。ジョギングより遅いけど歩いてるわけじゃないっていう感じかな。で、フォームをちゃんと気を使いながら最低でも1時間。はい。だからロングでスローなディスタンス。いるね。いる。確かにちょっと速いくてずーっと走り続けてる人いるよね。いる。あれはみんな LSD をやってる。LSD やってんだ。紛らわしいな。確かにそう言われちゃうと。そうなんだ。なるほどね。でこの練習をまあ例えば2時間ぐらい走れるようになれば、ハーフは完走できると思います。はあ。なるほど。ハーフマラソンって、まあ、そうか、2時間ぐらいでいけるもんかな。そうなのかな、多分ね。へえ。もちろん、周囲の安全には気をつけなければいけない。まあ、それはね、聞きながらっていうのは絶対気をつけなきゃいけないね。ただ、お三方の楽しいお話を聞きながら走るとあっという間に走り終えます。確かに、我々、大体2時間ぐらいいつもやってるからね。そうだね。始まって終わるまでやれればちょうどいいぐらいになるのか。ゆっくり走る姿だったりとか、お三方の話でニヤニヤしてしまう姿を見られるというのは恥ずかしいかもしれませんが、走ってるうちに周囲の目は気にならなくなりますのでご安心ください。まあそうよね。ちなみにこのロングスローディスタンスは有酸素運動でダイエットとしても効果がありますが、夏の間は熱中症の危険があるため涼しくなってからやりましょうと。なるほど。ああそうね。確かに長いこと外にいるわけだからね。なってしまう可能性はあると。余談ですが、私は来シーズン、フルマラソン。来シーズンに、三人称グッズとともに挑戦するつもりです。すごいね。半分から一気にフルに。この人フル行くってよ。先行っちまうな。すげえな。どうすんだよ、あの人は。あの人はもう半分でもつれえっつったから。本当だよ。どうすんだよ。まあでもちょっとずつだから距離を伸ば、時間を伸ばしていければ、あるいはみたいなところなのかな。まあやりつつ。でもやっぱ LSD がいいってことだね。LSD がやっぱ体にはなんだかんだいい。いいんだろう。いいとこ。ダメだよ、略しちゃこれ。これダメだよね。これダメだよ、略しちゃ。ダメだよ、これ。略しちゃ、本当に。やめてや。続きまして、はい。ソーローライガーさん男性のこと。お三方こんばんは。こんばんは。先日、嫁と娘2人の4人。嫁と娘2人と自分の4人でココイチに行った時、困ったことが起こったのでメールさせていただきました。困ったこと。子供たちにとっては初めてのココイチでした。子供たちもお子様カレーではなくポークカレーに好きなトッピングをして食べました。4歳の娘が美味しそうにバクバク食べるので、美味しいと私が聞くと、ママのカレーより美味しいと元気いっぱいに言っちまった。言っちまったな。言っちまった。言っちまったね。ママの作ったカレーも美味しいでしょとフォローを入れますが、ママのカレーより美味しいと同じ返答をされてしまいました。私は嫁の顔を見る勇気がありませんでした。娘の声はカウンター奥で調理をしているスタッフに聞こえるぐらいの大きな声でした。あ、そう。ココイチ好きのお三方に質問です。この時私は娘に、そして嫁に何と声をかけるのが正解だったのでしょうか。嫁さんは。いや、まあ無邪気に傷つけるね。嫁さんはそう何も言わなかったのか。嫁さんは言えないでしょ。言えないかもね。そこはでも娘さんはそう言うけども、いや俺は。そこはもうほんと厨房に聞こえるぐらい、俺は嫁のカレーの方がうまいと思うね。それは厨房も分かってくれるよ。それはすごいね。でもそういうしかないよね。言わないとですね。ダメだよ。僕らもココイチのカレー好きですからね。いや好きですよ。あれですけれども、でココイチ、俺なんかで話したっけ、ココイチのカレーが好きだから家でもココイチの味が食べたいってことで、その作る時もちょっと意識して作ったよって話しましたっけ。ジャワカレーとか使うと、ああなんか言ってたポップなるっていうね、言ってたわ。結構前だけどね。結構前だけど、ジャワカレー多めの、うちはなんだっけな、まろやかカレーだっけな、まろやかカレーだったかな。その2つを使ってやるとちょっとココイチっぽくなるよっていう。てかジャワカレーがねだいぶぽいのよ。ああなるほどなるほど。そうだからそれ使うと似た味にはなりますよ。そういうことなのかな。そういうことじゃない。なんでココイチに寄せ、じゃあココイチに寄せた方がいいよじゃない。そういうことじゃないんだけどね。でもほらお子供さんはまあでも子供の好きな味をね目指していくっていうのも一つの母親とかで父親のあるべき姿でないとは俺は言えないから。それで正解だと思うんですけど。コクマロです。コクマロカレー。ちなみにコメントで。幼稚園で大好きなママの料理は冷凍ピラフって書かれたって人もいるらしい。でも作ってくれるのはお母さんだからさ、やっぱ冷凍ピラフ。でも周りのお母さんたちの反応がちょっと気になっちゃうよね。そうなるとざわってなるよね。ざわつくよね。必ず確実にざわつく。時々しか出してないんですけどみたいなね。大変だよな。だからいや大変だよ。子供が好きなものってさ、やっぱなんかちょっとこうね、絶対ぶつかるやつだよね、それってね。いや、しょうがない気がするけどね。体にいいもの、いいものってやってると、どうしてもちょっと薄味になっちゃったりだとかさ、ねえ、子供の味覚とは合わなかったりしちゃったりする場合もあるし。あるよ、絶対。だってハンバーガーの方が好きっていうのは絶対あるじゃん、なんか。それで例えば、じゃあ、そこにさ、お姑さんもいらっしゃるみたいな場合さ、なんでこんな濃いものを食べさせて、早死にさせる気ですかみたいなさ、醤油じゃない、ほとんどみたいに言われちゃう。あるある。あるある。そうしたら自然と薄くなっちゃって、でも子供はそれには対応できないみたいなね。あるからいいんですよね。全部が全部そうじゃなくていいんですよ。なんか一つだけでもお母さんの方がいいっていうのがあればいいんじゃないですか。まあ確かにね。お母さんのチャーハンがいいとかね。ああそうだよ。それでいいじゃないですか。好きだったよ。お母さんの出してくれる冷凍チャーハン好きだったよ。すごい。冷凍なんだよ。冷凍なんだ。結果冷凍なんだ。冷凍なんですよ。忙しかったからね、2人とも。カレーはもう負け。それはカレーは負けたか。カレーは負けた。うん。じゃあ他で勝とう。そうだよ。他で勝とう。だって何も考えてないからね、ここ一は。うまくなろうとしか考えてないから。子供のためとかじゃないからね。言うてカレー専門だからね、あれは。お母さんカレー専門じゃないの。専門職出されたらさ。そうですよ。あれは辛いわ。こっちは幅広くやってますから。こっちはいろいろ作ってますよって話ですから。ココイチにじゃあなんか違うの作れって言ったら作れないからね。ああ、無理です無理です。母さんの勝ちだじゃん。そうね、まあ作れるかもしんないけど。別に。いやいやいや、作れない作れない作れない。作れません。彼らは作れないよ。彼以外はあそこは作れません。彼のみだ。そうのみ。そうです。はい。勝ち。まかないとかのでも別のがうまかったです。まかないとかないです。あれはもうカレーしか作れないから。そうだよ。ダメダメダメ。そうそう。なるほどね。続きまして。はい。痛風野郎 A チームさん、男性の方。この方はイベントにも来てくださって、その感想もちょろっと上げてくださるんですが、前回の雑談で低温調理器についてのお便りがありました。あったね。変な棒を突っ込むやつね。あった。お三方がおっしゃっていたローストビーフ以外にも様々な使い方がありますよと。あ、あるんだ。なるほど。お肉等に火が入る。お肉等に火が入る。タンパク質が変質固まる温度。ああああ火が入る温度っていう。お肉に火が入る温度っていうのがあるの？お肉に火をかけると、そのタンパク質とかが変わるんだけど、その温度は食材によって様々あるよと。だから肉によっていろいろ違いがあるよと。例えば牛肉は56度と65度の2回にそのタンパク質が変わる瞬間が訪れる。あ、なるほどね。でサーモンは45度ですよと。というふうにいろいろあるので、低温調理器ならばその食材が硬くなるギリギリの温度で確実に美味しく加熱ができるよと。ああ、なるほどなるほど。狙えるわけね。それは便利だわ。ああ、だからそこによってこういろいろ調整できるので、いいですよってことなんだね。なるほど、そうなんだ。今は低温調理器用のレシピ本等たくさん出ていますし、煮物なんかも短時間でしっかり味の染みたものが作れる優れもの。そうなんだ。煮物もいけるんだね。さん、奥様への日頃の感謝としてプレゼントにしていかがですか？出た。でもさ、なんか低温調理器をプレゼントってもうなんか作るって言ってるようなもんです。そうだね。お前これを渡したからにはね、そのお肉に火が入るタンパク質が変わる温度を分かれよみたいなね。これで煮物作るみたいな感じがしてプレッシャーだよね、逆にね。ちょっと嫌だなって思っちゃう。さすがにだからやっぱそこは進んで逆にね。そうですよね。これ買ったから俺が作ります。ああ、そうだね。それがいいんじゃない？逆に。そうだよ。勢いじゃないと多分怒られる。そういうのがいいかもね。そうですね。これを買ったんで俺は作るんですが、うまくできないので手伝ってくれみたいなね。そうだね。それぐらいの。こういうやり方はちょっとでもいいアプローチかもしれない。いいじゃん。なるほどね。新しいアプローチです。それはちょっとでも本当ちょっとうまいやり方だな。うまいやり方ですね。うまいやり方だな。なんだよそれ。いや俺には関係ねえなと思って。これでね、俺もそのマイルドになっていれば、マイルドになっていれば、俺もやり方の一つとしてあれなんですけど、残念ながら、やばいね、聞いてくるわさっきのボディーフローのように聞いてくるわ。マイルドが入ってないの。刺さる。まだまだ無理ですけれどもね。そうですね。そうですか。ありがとうございます。では続きまして、はい。ヒッポロ系ニャポーンさん、女性の方。こんばんは。サニーショーさん、楽しい動画や雑談ありがとうございます。ありがとうございます。突然ですが、相談です。夫が、ご結婚されてんだね。夫が、コンタクトをつけたままリビングで寝てしまうことが何度もあり、イライラするのと怖いのとで疲れてしまいました。夫はすぐうとうとするし、一度寝ると朝まで起きない人なので、寝ちゃう前にコンタクト外しちゃったらと言っても、夫は今じゃない、メガネは疲れる、大丈夫寝ないからと言って聞いてくれません。そして多い時は週に 2,3 回はそのまま寝てしまいます。もし目に何かあったら私や家族も心配するし困るし、自分が一番大変だよと言っても気にする様子がありません。例えば夜いたした後もう寝てしまうので、例えばいたす前に外すとかしてほしいんですが、それは拒否されると。なんでだ。それも理由は多分あるんだろう。何か見えないのは嫌だみたいなのがあるんだろうな。そうか。ヒヤヒヤする毎日にちょっと疲れてしまいました。一緒にくつろぐのもいたすのもこのままだと嫌になってしまいそうです。どうしたらきちんとコンタクトを外してもらえるのでしょうか。三人称さんの意見を聞きたいです。いやでもそれ今じゃないって言われたらもう難しいよね。どうすんの。仮に使い捨てだとしてもさ、ねえ今じゃないって言われたらもうそれまでだしな。そうね。メガネ楽だけどね。俺はどちらかというとメガネの方が楽だからコンタクトしないけど、どうなんですかね。分からんな。いや分からないな。拒否するぐらい、ね、そのコンタクトをつけたままってさ、なんか変な感じになってこない、だんだん。いや、なるなるなる。目の中でなんかタンパク質が何なのか分かんないけどさ、ちょっとこう見えづらくなったりするよね。なるね。そのなんつうのかな、乾いてくるし、もちろんね。俺はそれが嫌だからもうすぐ外したくなるんだね。もう嫌だって言って、もう嫌だってすぐ取るんだけど。結構ね、使い捨て一日使い捨てのやつだと本当、まあ夜までつけてると結構やっぱ目薬途中で入れないと、ああなんかちょっときついなって時はやっぱ出てくるからね。でもそれが多分そんな感じないってことなんだろうな、この人。そうだね。感じてないで寝ちゃってもあんまり気にしないで、で今まで特にそうさしたる多分問題もなかったから、まあ大丈夫だろうみたいなね。そうだね。そうね。俺結構さワンデー使い捨てにする前、あ、なんか言ってたね。結構ずっとつけちゃってたみたいなね。2週間のやつを全然もう1ヶ月以上使ってたみたいな。そう、使ってたみたいな。で案の定なんだドライアイになっちゃって、目の中にその細かい傷ができちゃってますよみたいな。これ全部ドライアイなんですよみたいな説明されて、ああマジだと思って、その時は本当なんだっけな、確かやっぱ痛かったんだよね。痛くて目が痛くなってきちゃって、で目も赤くなってきちゃってみたいな。そうそれで言ったと思うんだけど、やっぱあれだよね、その目に異常が出てからじゃないとなかなかそういう人って、ああ自覚がね、それね気づかないんだよね。いきなりもうじゃあもうダメですってなる病気とかになっちゃったらさ、あるんじゃない？取り返しのつかないことマジであると思うよ、本当に。寝ちゃうのやばいね。俺さすがに寝はしなかったから。そうゴロゴロしないんかね、目の中。でも違和感が一度なくなるともう大丈夫になっちゃうのかもしれない。これ多分話したけど、俺ハードコンタクトが一度ずっと残ってたことが。なんか言ってた。はい。今もうハードって使ってる人いないのかな。ほぼいないんじゃないかな。でもハードがいいっていう人もいるから、いるとは思うけどね。そっちを好む人ももちろん多分たくさんいると思う。そうかな。いや俺は本当昔はハードしかなかったから、中学生か高校生ぐらいの時にやっぱりさ、ずっと子供の頃からメガネだとさ、コンタクト憧れ機みたいのがあるんだよね。でその時ハード使ってて、で、しばらくずっとハード使ってたのかな。ハードってやっぱちっちゃいんだよね。で瞬きした時にこう上からスーッと降りてくるのが分かる、自分でも。だけど一度それでコンタクトしたまま多分寝ちゃったのか何なのかで、でそのままコンタクトをどういうことなのか分かんないけど、多分片方は外してもう片方もう外したつもりだったんだけど、コンタクトのハードってちっちゃいからずれるとどこ行ったか分かんなくなる瞬間とかがあるのよ。そうなんだ。そうでそのまんま俺目の上の部分のまぶたのさらに上の部分、やだ、もう多分骨の方、いやもうやめてくれまで行っちゃってるのをずーっと気づかなかった。もうやめてくれ。本当に気づかなくて、もう違和感とかもなく。で、ある日、なんか、こう目を多分見てたんだよね。なんか上の方に何かがある気がしますぞ。これは何ですぞみたいな。そこでざわっとして、指で上の目の上の方、グッてやって、痛い。クイ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 ってこう。あるあるある。やめてくれ。もうやめてくれ。ブズブズする。およそコンタクトとは思えない何かが。やめてくれ。ある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 。うん。その瞬間に俺やばって思った。うん、コンタクトマジあるよ。本当に目のどっか行っちゃうから。そう。もうそれがやで。あの時ばかりは俺は本当自分というものが信じられなかった。もうやめてくれ。そう、だから本当みんな気をつけて。気をつけてくれ。そうだね。割とコンタクトつけてる人はね、あると思う。その目の外側に行っちゃうみたいな。どっか行っちゃうってやつ。やめてくれ。あるある。あるんですわ。そうなんですよね。あと絶対入ったと思ったソフトコンタクトが下に落ちてる時とか、あるあるある、絶望する。よし入ったっつって、でもなんかちょっとぼやけてるな、片目つぶってみたらあれ全然見えてねえなみたいな、あるある、なんで入ってるんだろうみたいな、あの絶望するのはあれなんだ。一回バンドの時にさ、やめてくれいて。片方コンタクトがもうそれしかなかったの。その時って俺もう買ったやつだったから一生使えるやつで、一生使えるやつ、もう一生使えるコンタクトだったので、片面がね、そのソフトだったんだけど、ちょっとこうなんだろうね、破れちゃったじゃないけど、はい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 、こう気持ちグッて引っ張ってみたら隙間ができちゃうぐらい、ちょっとなんか穴開いちゃってたの。なんかわかるわかる。うん、破れちゃってて、でそれをつけてるとめっちゃ痛いから。痛いんだよねあれね。そう、めちゃめちゃ痛いのよ。クソほど痛いの。そう、あとこれつけてらんねえわと思ってさ、片目だけ外して左目だけコンタクトつけてたの、で右目見えないんだけどさ、片目だけでさ、結構しばらく23箇所回ったのかな。あ、そのまんまの状態。そのまんまの状態。予備がないからか。そう、予備がないから気持ち悪いまま回ってて、でもその時俺ちょうどナルト読んでて、ナルトってシャリンガンがあるじゃないですか。かかしじゃねえだろ。そう、特殊な目ですよね。これこのままなんか右目が見えないことによって、なんか何か目に開眼しないかなと思って。逆につぶってる方がなんかな、それは。ただ目が悪い。ただ目が悪いだけなのに、なんか遠くとか見てて、なんか片目ばっかりで使ってるから。そうだね。逆の目がお前、見えない目が何か別のものが見えるようになると多分。別のものが見えるようになったりしてくれないかなと思って。お前でもそれ結構大人の時だな。結構20前半ぐらい。やべえ。お前結構大人だな。ちょっと流そうとしちゃったけど。これが中二病だな。これが中二病だね。だいぶ後だぞ。だいぶ後に咲いたな。いやそう。望んでたわ。何かに変わってくれって。ちょっとわかるわ。ここで特別な目に変わってくれって。視力が悪くなるだけだわ。そうなんだよ。バランス悪いからさ、そう、特別悪くなるだけなのに望んでたわ。いやでも目の問題は本当怖いからね。やめてよ。そうなんだよね。でもその人がどこまでね、その真剣に話したところでさあ聞いてくれるかだよね。いや分からんな。本当に何か起こったら、でも視力って遅い場合もあるからな、多分。そうなんだよ。まあでももうちょっと根気よくちゃんと話して、もうでもこれ以上そうだったらみたいな、もう私は無理ですみたいなぐらいにした方がいいような気もするけどな。そうだね。2人にとって良くないような気がします。いや本当にそうだよね。見えなくなっちゃったら大変なことですよ。大変なことだよ。気をつけてね。ちょっと気をつけた方がいいね。そうだと思います。痛くなる。痛くなる。うずうずしたわ。うずうずした？した。その人の話じゃなくて鉄塔さんの話で。俺の話で。ああ、そのコンタクトやめてくれ。骨とか出さないでくれ。俺もでも何か海岸。しねえしねえしねえ海岸しねえ。いや絶対あるって。人間片目をつぶって生活してると次開いた時に何か別の目に変わってるんじゃないかって思うから。ないマジで思うからないです。本当に思いますから。でもすげえ気持ちわかるわ。そんな気がしちゃうよね。そんな気がするでしょ。絶対思うから。開いた時に何か言いたい。なんとかガンって言いたいわ。マジで思うからね。ではラスト。はい。ぬれせんべいさん、女性から。おい。どうさん、ペサテッドさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。一つご相談があります。何でしょう。先日、高校の友人から1年ぶりに LINE が来ました。うん。内容は、久しぶり。急で申し訳ないんだけど、今5万貸してくれないかな。うわー。給料入ったら8月中に返す。いやー、出た。出たね。私も友達に貸してて全然返してくれないからきついんだというメッセージが来た。きついんだまでがメッセージなんだね。どうやら高校の友達にお金貸してと言い回っているようで、ちょっと気になったのでその頃ツイッターを覗いてみると、ライブに行くお金がない様子でした。出た。私も今月厳しいからごめんと丁重にお断りしたのですが、正直なところ他人の娯楽のために貸してあげるお金なんてないし、5万というのは人から借りる額ではないような気がします。このことは関わらない方がいいのではと思ってるのですが、王さん方はどう思いますか。いや、それはもうね、関わらない方がいいと思います。それはね、ダメですね。ダメですよね。ちなみにね、僕の知人にいるんですよ。あ、そう。やべえやつがいて。そうなの？かなりの被害に遭っているんですよね、周りがね。いわゆる片っ端から声をかけてお金を貸してくれみたいに言う人がいるってことなんだ。そうです。お金の借り方とかも、結構いろいろ種類があって。どんな感じなの？差し支えない感じで教えてもらうことできる？病にかかってしまって。そこまで行くの？行きます行きます。かなり行くとこまで行ってます。行ってるね。で、親がどうとかこうとかで、親が仕事がなくなって、自分がどうにかしなきゃいけないみたいな。それだって俺、バイト辞める時の言い訳のやつですよ。すごいですよ。そうね。そいつはほんとすごくて、結構ほんといろんな人が被害になってて。で、俺も、5万貸したことあります。5万なんだ。大体5万なのかな、そういうのって。いや、もう額が多すぎるんだよ。その友達に借りる額じゃないんだよね、5万って割と。そうよ。だからでそれね、一応帰ってきたんですよ、僕はね。なるほど。僕が帰ってきたんだけど、帰ってきてない人もたくさんいます。でそのやり方がなんかこう、なんかね、銀行側がトラブルあってみたいな、俺に近い感じなんだね。もう本当にそう、かなりひどい。で結構今本当問題になってる、そいつは。なかなかの問題になってる。そうなんだ。もう界隈ではあいつは、界隈では本当に結構もうなんだろう、戻れないぐらいになっちゃってる。いやでもそうだよね。本当にそのお金の貸し借りっていうのは人間関係壊すからね。本当に壊れるんだなとは思いましたね。壊れるでしょ。すごいんですよ。でね、そのやっぱうまいというか、お金の借り方が。あ、そうなんだ。それはそれでやっぱやよね。そういうもんなのかな。うまいんですよ本当に。そのなんだろう、貸したくなっちゃうというか、まあ俺の時はそうだった。やっぱ切羽詰まってるんだろうな、どうしようもないんだろうなみたいな感じに思っちゃうってことだよね。で友達だしみたいなね。でそういうのがもう周りにも同じようなことを言っているっていうことを知ってからは、ああなるほど。そうそうそう、そのね、5万貸すじゃん。で帰ってくるのもちょっとやっぱそのここまで返してねって言った後になっちゃったの、やっぱり。こうなんかなんだっけな、その時は銀行のだったかな、銀行のトラブルでみたいな感じで、ちょっと遅れちゃってるみたいな感じで、で後で帰ってきたんだけど、そのちょっと経ってからまた俺、誠治っていうじゃないですか、名前。言うね。なんかその一回借りたことによって調子づいたのか知らないけど、スイッチルーって来て。お前何？俺、聖地ルって呼ばれてる。俺その界隈では聖地ルって呼ばれてる。俺ね、呼ばれたことない、聖地ルなんて。何セイチェル、お前セイチェルセイチェル丸丸丸ってきて、それを言うことによってなんかお前が貸しやすくなるとでも、そう、お前なめてんのかと。セイチェルセイチェル丸丸丸、多分一応どっかでうまくいったんだろうね、何々チェルって言ったらね、チェルチェルって言ったこと、ちょっとなんか可愛くじゃないけどさ、こうね言ったことね、またちょっとお金が必要になってきちゃってみたいな、そのまたっていうのがもうそうひどいよね。してもらえるかな5万みたいな感じで、その時も5万だったの。そう、その時も5万。でも俺はもうセイチェルの時点でそうだね、イラッとする、イラッとして、なんだこいつっつって、もうそのまま無視して、もうその後も1回も連絡取ってないね。ああなるほど、うん、ダメでしょ。そうだよね、ダメですよ本当に、やっぱりダメよ。やっぱりお金が絡むとさ、本当にすぐ人と人との関係ってやっぱ変わっちゃうじゃない。変わりますね。そうなんだよね。だからよく言われるのはやっぱ貸すとなったらもうあげるつもりで貸せみたいなさ、本当にね、言葉はよく言うけど、本当にそうですね。そうだろうね。あげるつもりで貸すことなんてあんまないけどな。ない。しかも5万だからね、でかいしね。でかいですよ。なかなかですよ。なかなかですよ。だから本当にね、いや、もうだからもう関わらない方がいいとは思うし。いいとは思う。ここです。だって1年越しにでしょ、その人は実際、今メール来た人。1年越しに連絡が来たんでしょ ?1 年ぶり、そう。だから別にそんなに仲いいってわけでもない。そうだね。だからこの人が、また高校の時は友人だったってことだね。でも1年連絡取ってないぐらいでいいなら。いや、それはね、貸さない方がいいと思う。多分帰ってこないよ。帰ってこない。まあ、この人も断ってはいるんだけど、まあ、もう今後関わらない方がいいですかっていうことだから、まあ、そうだね。それは関わらない方がいいかな。思います。何チェルって言われる可能性あるからな。本当ですよ、マジで。濡れせんべいチェルーって濡れせんべいチェルーって多分来ると思う。マジで腹立っちゃうとね。セイチェルって言われるのこんなに腹立つんだと思ったもん。今度から呼ぼうかな。いや、マジでやめてくれ。俺もセイチェルって呼ぼうかな。呼びたくなってきたわ。ちょっと呼びたくなってきたね。セイチェル。腹立つから本当に。セイチェルにしよう今度から。面白い。というわけでまあいろいろと送ってくださってありがとうございましたと。ありがとうございました。今日はこの辺にしておきましょうか。はい。はい。メールの宛先など動画見てる方、下の方にあります番組説明概要欄のところに全てのお便りはこちらというものございますので、ここから送っていただければ、届きます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何かありますか？何かあるかな？特にないかな。わかりました。はい、というわけで三人称雑談第268回以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。